し。さあ、皆さん、まだまだ地元自慢、地元自慢待ってますよ。あ、地元自慢言っていいですか？あ、いいよ、後で。今言わない方がいいでしょ。それは言わない、今は言わない方がいいよ。FM ギノワンは毎日面白い番組を放送中。このコーナーでは FM ギノワンの新番組やリスナープレゼント、地域のイベント情報などをお知らせさせていただきます。まずご紹介するのはこちら。ギノワン市社会福祉協議会からのお知らせです。ゆいゆい8フティーマタウンミーティング開催のお知らせです。普天間にある資源を知るプラス居場所づくりの現状についてのミーティングとなります。普天間中学校区内にお住まいの方、または普天間中学校区内に事業所や事務所を構えている企業や福祉サービス事業所、団体様など、ぜひ皆様ご参加ください。こちら日時が7月13日金曜日、明日ですね。で、18時30分から20時30分まで、普天間3区自治会にて行われます。お申し込みはファックスまたはお電話でお願いいたします。お問い合わせ先、宜野湾市社会福祉協議会。電話番号は 098-892-6525、 098-892-6525。 ファックスは 098-892-0843、 098-892-0843 です。さあ、続いて同じく宜野湾市社会福祉協議会からのお知らせ、こちらはチャリティーボーリング福祉バスへストライクのお知らせです。社協を広く皆様に知っていただく機会を設けるため、市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施いたします。本収益金は地域福祉団体等が使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。で、こちらの日時が7月1日日曜日から6月30日までとなっておりますね。場所が宜野湾ボール、レーントゥーセントラル、バチナトボール。参加費が2ゲーム代込みで、靴代別で1500円です。そしてこちら、チーム対抗戦もございまして、7月28日土曜日の17時30分から宜野湾ボールにて行います。こちらは4人1チームでの参加となります。チケットお求めの方、チーム対抗戦お申し込みの方は電話ファックスでのお申し込みお願いします。こちら両方とも先ほどと同様、電話は 098-892-6525、 098-892-6525、 ファックスは 098-892-0843、098-892-0843です。さあ、そしてこちら。こちら。特別番組のお知らせでございます。今週7月14日土曜日のお昼12時から14時までの間、特別番組、大槌町の今を FM ギノワンと FM コザにて同時放送いたします。2011年3月11日の東日本大震災で町民の約1割の方々が犠牲になった大槌。震災から7年半が経ち、日々の状況が変わっていく中で、取材で通して見えてきたものや人々の様子、そして今後大槌町を含む被災地と被災者にどのように寄り添っていくのかを考える番組です。トーク出演は防災士の稲垣悟さん、ほか学生と FM ギノワンスタッフの中本優也がお送りいたします。皆さん、ぜひお聞きくださいませ。さあ、そしてこちら、
先ほどご紹介しました FM 小沢 FM 宜野湾合同企画サマーフェスティバルの詳細でございますね。7月21日土曜日、いよいよ、こちら来週土曜日ですね、迫ってまいりました。時間が18時から22時FM 小沢 FM 宜野湾両局のパーソナリティリスナーさん地域の方々みんな集まって食べて飲んで盛り上がろうという企画、 FM 宜野湾上にありますビアガーデン B サイドにて開催いたします。現在前売り券絶賛発売中です。大人1名様2500円となっております。こちらの前売り券なんと残りあとわずかとなっておりますので、皆さんどうぞお申し込みよろしくお願いいたします。申し込み方法はメール、電話、または来局にてお願いいたします。 FM 宜野湾の電話番号は 098-943-0094 098-943-0094 です。メールは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。そしてこのサマーフェスティバル、ただの皆さんで盛り上がる日というわけではございません。先ほども申し上げた通り FM 小沢 FM 宜野湾で両局で流れる特別番組放送いたします。こちらは7時から22時の3時間の生放送となっておりますので、ぜひこちらもお聞きいただいてメッセージ等もよろしくお願いいたします。以上 FM 宜野湾ニュースでした。あ、太鼓さんありがとうございますね。聞いたことない。え？もう行きますよ。ミヤちゃんの即興、あ、そう。さあ、サザンブリーズ木曜日お送りしております。イエーイ。ビーチがですね、状況、はい、今少しずつまあ日がね傾いてきて、うんうん、まあ、曇りが、ね、雲がね、太陽に隠れて、うん、まあでもちょうど今涼しい、うん、ね、いい感じですね、環境ですかね。あ、いいですね、今目の前をお子さんね、家族連れでね、いい今遊びに行かれてはい、いいですね、満喫してくださいね。はい、もう本当にね、たくさんの方々がいらっしゃって、先ほどもね、大きな浮き輪をね、借りてった美女2人がいましたよ。なんか白いビキニが綺麗でした ね、 ね、そのちゃんとチェックしてますよ僕は。あ、すごいいい感じの焼け方でしたね。はい、そんな感じで盛り上がっているトロピカルビーチからの生放送でございます。イエーイ。さあ、今週のサザンブリーズのメッセージテーマが地元自慢ということなんですけども、はい、こちらいただいてますね。ラジオネーム雨男レイニーさん、はい、地元自慢、東京の有楽町では日本全国のアンテナショップが数多く集まっていて、うん、
各地の地元自慢大会が行われてますと。帰省してお土産買い忘れた時に買い足すこともできて便利ですよって。なるほど、ありますね。東京からね、どっか地元行って、はいはいはい、お土産買えず帰ってきてと。そしたら売ってたってことですね。売ってるからここで買えるから大丈夫って。なるほど。あ、でも確かに東京住んでる頃に、うん、某大きいショッピングセンターがありまして、はいはいはい、そこで沖縄の売られている紅芋タルトが置かれてたんですよ。おー、なるほど。みたいな、置いてるのみたいな感じでしたね。たくさんも置いてるからね、普通にびっくりしました。あ、でもやっぱりね、こっち、うん、地元ね、それこそやっぱ沖縄で買ってほしいですねそうですねそう、私の地元自慢なんですけど。おー、何ですか。ですね、今住んでいる場所の沖縄の場所なんですけど、はいはい、バーとかで一人で行った時にですね、そこで知り合った方がなんと沖縄を代表する梅干しの酸っぱいマンのお依頼さんで。へえ、あの企業のってこと。そうです、そうです、そうです。で、すっごいなんかナチュラルな感じで接してくれたので、はい、見た目は普通のお兄さんなんですけど、肩書きとか聞くとやっぱりさ、酸っぱいマンみたいな。あ、そうなの。っていう沖縄の大人気の梅干しがあるんですけど、うん、インスタとかで載せるんですよ。はいはいはい。で、酸っぱいマン今日も食べたぜって載せたら、うん、あ、で一応ね、追加でコメントで私が、あ、酸っぱいマンをいっぱい入れていっぱいマン作ってほしいです何々さんって送ったら、はいはい、ありがとうできてましたもう直接なんか交渉できたのがなんか地元自慢ですかね。すごいね、それ。はい、ちょっとじゃあ次はあれだよね、サザンブリーズのスポンサーになってくれっつって、うん、おー、なりますかねなるかな。それはお願いしないと少しでも、少しでもちょっとずつちょっとずつ、ね、引き寄せてまあでもやっぱ沖縄はそういう、でもね、いろんな方々とのつながりがまあ結構近いからね。そうですね、びっくりしますね本当に。隣の座ってる人がそういう人たくさんいますからね、うん確かにそれは沖縄ならではのね、自慢ですね。はい、さあ、続いて、はい、こちらメールですかね、いただいてました。ご紹介しましょう。ラジオネーム大塚健二さん。はい、ありがとうございます。みやちゃさん、あずまさん、こんにちは。大塚健二です。はい、お題の地元自慢、おい、地元自慢なんですか。ではありませんが、ええ家族自慢かな。おお、いいですね。長女が先週雑誌に載りました、はい、おー次女は昔山ガールのモデルしてました親バカだな俺、すごい放送楽しく聞いてます、失礼しますって。イエーイ。いや、いいなこれ。素敵。なんか写真送られてきてますけど、めちゃくちゃ美人ですね。もうすげえ美人。よだれがよだれ美人だからってやばい、綺麗な方たちです本当に。いやーねー、大塚さんはね、アンナなのに。え、アンナなのに。はい、この間初めて会った時、あの時大塚さんって知らなくて。あ、こっちね、大塚さん、はい、こっち来られた時ね。そうなんですよ。で、あの方名前なんですかって聞いたら、あ、え、大塚さんだよって言われて、大塚さんはね、また、来週のそのサマーフェスティバルにも。来ますか、ね、遊びに来られるということは、ね、楽しみですね本当他のリスナーさんもみんな多分大塚さんに会うの楽しみかもしれない、ね、あ、いいですね、いいですねあの大塚さんがいいですね、巡り合いますね、なるかもしれないので楽しみですね、皆さんメッセージたくさんいただいてまして、ありがとうございました。さあ、それではこの新コーナー行きましょうか。マジですか。行きますよ。何にも考えてなかった、今普通に喋ってましたいけるでしょ。行っちゃうの？もう行っちゃうの？いや、行くよ。もう時間だよ。そろそろ。本当だ。やばい。それぐらいだよ。あ、じゃあちょっとスタンバイするので、はい、なんか曲流してください。いや、もちろん流しますよ。はい。というわけで、行きましょう。じゃあタイトルコールだけ言ってから行きましょうかね。はい、じゃあ新コーナー。今日から始まります。新コーナー。こちらです。みやちゃんの速攻即興ソングです。さあ、来ました、やってまいりました。こちらのコーナーはですね、南部マンゴーパーティーズのミヤチャが、まあもう、キーボードをね、まあ得意と。というか得意っていうか、もうキーボード担当でございますので、ね、日々ね、作曲活動っていうのをね、されてるというので、じゃあその特性を生かして、新コーナーやってみようじゃないかということで、こちらですね。今日の1時間の番組の中で皆さんからいただいたり、2人でね盛り上がったちょっとワードなんていうののメモをして、はい、歌詞にして即興の即興ソング作っちゃうじゃないかというね、というところで、
新コーナーやっていきたいなと思います。やば、なんかいきなり緊張しますね。これできんのかな、ね、これも言っときますよ、電波で流れてるのももちろんだし、ツイキャスでも、これはツイキャスでもね、もちろん流しますよ、はい、流しますし、さらに現在このトロピカルビーチでも流れますからね。あららら、あちゃー、そう、わざわざあのキーボード持参できてますうん、簡単に作った感じになるかもしれないですけど、いや、いいんじゃないですか。マイク切ってますね。あ、こっちは大丈夫。はい、さあどうなるのか。あ、あ、鍵盤鳴ってますね。なんか響いてますね。さっきの音色とちょっと違う、なんかハプニング発生です。いいですか。ちょっとね、音流しながら。はい。はいはい。おお、じゃあ行きましょうかね。いいですか。準備よろしい。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。やば、なんかこれ大丈夫かな。戸惑ってます。初めてのコーナーだからということで戸惑ってますけども、はい、大丈夫ですか。待ってよ、これどうしようかな、やばー、なんかドキドキしてきたいけるでしょ。だってもうそれはもう速攻即興ソングですから。はい、頑張ります。やってみましょうよ。まず一回ねやってみてどんな具合になるのかっていうところで考えましょう来週以降そうですね、はい、まずやってみよう。はい、いいですか。はい、行きましょう。行きましょう。では行きましょう、はい、皆さん曲どうぞ。今日の速攻即興ソングです。大丈夫かな。はい、聞いてください。 FM 機能はいつも聞いてくれてありがとうございます。ちょっと頑張って歌います。おお、FM 機能は聞いてくれてありがとう。いろんな話が飛び交っている。今週は地元の自慢話。イエーイエーイイエーイエーイ。シュプリームさんの地元はシャンシャンがいるってさ。新しい出会いと新しいコーナー、みやちゃんの速攻即興ソング、みやちゃんの速攻即興ソング、みやちゃんの速攻即興ソング。最後はイタリアンのレストラン、ラーメンという名の沖縄そば。イエー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 イ。ありがとうございましたイエーイ、やば、なにこれ、 いいじゃないですか。やば、なんかもともとなんかあれこんなでしたっけあ、なんかもうもやもやしてるいや、ありがとうございましたいや、頑張って入れたね、うん、なんかね、あのさっきのレストラン気になったわと思ってこれどうだったんですかね。いやいやいや、やばいんじゃないですか速攻だからマジで速攻でした ね。ああ、もっと鍛えます。ちょっと震えてるやべえ。あ、でも新しいコーナーありがとうございます。いや、いいんじゃないですか。頑張ります。面白いんじゃないですか。本当ですか、ね、皆さんも今拍手いただいてますよ。なんかすいません、ありがとうございます、ね、シュプリームさんも素晴らしいってうわー、ありがとう。大塚健二さんクオリティ高いって多分みんなよっぽどのグダグダを想像してるからいやー、緊張します。ちょっと次はまた新しい感じで頑張りたいと思いますマンゴヤン、マンゴヤン、ソロルのマンゴヤンさんも、はい、ミヤちゃんやるやんやったー、なんかちょっと頑張ってよかったすごい、 いいですね。もっとグダグダになればよかったですかね。いやいや、全然いいじゃないですか。じゃあこんな感じでね、ちょっと来週、はい、まあ次回だから再来週か、そうですね、ね、うん、再来週もね、もちろんミヤちゃんも担当してもらいますんで、はい、番組中にね、はい、皆さんのワードを拾って曲を歌います。歌うということなので、はい、再来週も皆さんよろしくお願いします、お楽しみくださいませ。はい、以上、ミヤちゃんの速攻即興ソングでした。はい、ありがとうございましたでは続いてこちら、天気道路交通情報いきましょう。はい、
さあ、この時間は宜野湾市周辺の天気と道路交通情報をお伝えしましょう。まずは、今夜12日のお天気でございます。はい、東の風晴れ、ところにより夜は雨となってますね。はい、ただ降水確率は 20% ですとなっております。もしかしたら降るかなっていうね、状況です。はい、そして明日13日のお天気、明日は東の風晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところにより朝まで雨と、波は 1.5 メートルとなっております。降水確率が、日中は 20% で夕方以降は 10% となっております。朝の最低気温は26度、日中の最高気温は30度となってますね。明日はまたちょっと涼しくなるのかな、30度だったらね。はい、さあ、そしてまあこのね、暑い日がちょっと続いていくということなので、まあ外で活動される皆さんね、ちょっと熱中症対策とか、ぜひしていただいてお気をつけくださいませ。さ、続いて道路交通情報を参りましょう。まずは沖縄自動車道から。さあ、現在の沖縄自動車道は、お、事故、渋滞、故障車等は今のところありませんというわけでございまして、平和ですね。はい、平和ってなっておりますよ。まあただね、もちろん前方に注意して、十分ね、安全運転でお願いいたします。では続いて一般道も行きましょう。さあ、宜野湾周辺一般道は王者名から前原が渋滞しております。王者名から前原渋滞です。続いて、こちら、漬け欄から茶壇向け渋滞しております。漬け欄から茶壇向けも渋滞です。さらに、こちら、ガネコから漬け欄方面ですね、ガネコ漬け欄方面、こちらは両方向で、渋滞が、見受けられます。さあ、そして、現在ね、トロピカルビーチで、遊ばれている皆様、このトロピカルビーチから、那覇方面はですね、こちら牧港ぐすくまが少し、渋滞してます。まあ、北側は、スムーズに行っておりますね。はい、まあ、もしかしたら、こちらから渋滞する可能性ございますので、ぜひ皆さん、あの西海岸道路というもね、新しい道路ございますので、そちらもね、ぜひ活用していただいて、那覇方面お帰りいただければと思います。以上、道路交通情報でございました。さあ、サザンブリーズ木曜日お送りしてまいりました。はい、あっという間ですね。あっという間ですね。皆さんね、今日もたくさんメッセージいただいてまして、ありがとうございますね。ありがとうございます。はい、先ほどのえみやちゃんの 新コーナーに対しての、コメント来てます ね、 ありがたい。すぐ、マンゴヤンさんもファンになりました、はい、お、今度ターバンを買いに行きます。ターバン買い。いや、ほら、ファンの人とほら同じものをつきたくなるから。あ、なるほど。これ売ってるかな。どうだろうね。かわいいですね。はい、大塚さんが、はい、みやちゃさんのワード探している顔つきに見えるのは私だけじゃないはず。いや、まあ、ワード探しまくってましたよ。今喋ってる時にね。はいはいはい、うーんってなってましたね。2曲目がでも楽しみですといただいてますよ。そうです、頑張ります。いいですね。まあね、今日はね、はい、まあ、こんな感じでこの番組ではみやちゃんには、速攻で即興ソング、お送りしていただいてますけども、はい、まあ、まあもちろん普段は、バンド活動もね、そうです、行っておりますけども、はい、近々ライブはですね、あるんですか。10月ですね、10月7日にありまして、ギグ昭和っていう場所で
やるんですけれども、こちらのライブもまた内地の方からバンドマンがやってきて一緒に戦うというか楽しむっていうイベントになっているので、また詳細が分かったらお知らせするんですけれども、もう近々だと10月ですかね。はいはいはい、はい、この間もライブがあったんですけれども、はい、すごい盛り上がってました。しかも七夕だったので、もう私たちから言わせると織姫という名のお客さんに出会えたっていうことだったんですよ。それ1年に1回しかないけど、でそれでお願い事を、うん、短冊にはお願い事を、うん、またすぐ会えますようにって書いたんですよ。あ、なるほどね。はい、それはそれたりは。そうなんですよ。あ、いいな。いや、本当に素敵な感じでしたね。になってますので、ぜひ皆さんね、はい、足を運びくださいませ。よろしくお願いします。はい、さあみやちゃん、今日はどうでしたか？いや、もうドキドキ、もう昨日から止まらなくて、新コーナーやから、どうしようどうしようどうしようみたいなワード来るかな来るかなしてましたね。いや、でもなかなか皆さん面白いワードが来たので、うん、取り上げさせていただきました。ねえ、いや、うまいこと言ったんじゃないですか。ちょっと本当にね、僕も2曲目楽しみです。はい、またね、また違った曲調のやつとか、ね、そうですね、なってくるかもしれませんので、はい。私は結構メロディーがなんかすごい揺れてる、なんていうんですかね、感じが好きな、なんかドリカムさんみたいな ね、 いいね、感じが好きなので、取り入れられるかなって感じですかね。ぜひですね、はい、また再来週、またみやちゃん登場しますので、お楽しみくださいませ。さあ、この後もですね、FM 技能はもちろんいろんな番組をお送りしますよ。この後の時間は空豆ラジオをお送りいたします。こちらもシンガーソングライターゆうきさんが登場して、番組を行いますので、ぜひ皆さんこちらをメッセージコメントの方よろしくお願いいたしますね。さあ、というわけでサザンブリーズはですね、明日金曜日は、また入れ替わりということで、私、東克明は月曜日ですね、登場いたしますので、ぜひお聞きくださいませ。お願いします。トロピカルビーチで楽しまれている皆さん、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日の遊泳時間は7時までと放っていますので、ぜひですね、残り1時間たっぷり楽しんで帰ってくださいね。帰りもお気をつけくださいませ。というわけで本日のお相手、私東克明と、はい、南部マンゴーパーティーズ宮茶でした。それでは皆さん、さよなら。さよなら。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でーす。たくさんメッセージいただきましてありがとうございますね。またね。あ、大塚さんがね、僕のところにくれたアコーディオンはね、今宮ちゃんの元に。だからそのアコーディオンでね、できればね、このね、このキーボードがすごい大変だから。ね、そういうのもできたらいいなと思います。ありがとうございます。あ、ちゃんおかさんもありがとうございます。メッセージいただいたみたいで、はい、というわけでございまして、また来週、さよなら。明日もこの後もよろしくお願いします。